マリー・ジョルジュ・ビュフェマリー・ジョルジュ・ビュフェは、フランスの政治家。フランス共産党全国初期。パリ郊外のオードセーヌ県総祖出身。1969年共産党に入党。1977年から1983年まで、シャトネマラ副市長。1997年フランス社会党のリオネル・ジョスパン内閣が成立すると、共産党は、 緑の党とともに連立内閣を構成し、ビュフェは青年スポーツ賞として入閣した。2001年当全国初期に選出される。2002年前全国初期であったロベール優は同年の大統領選挙で96万757票しか獲得できず、候補者16人中11位と惨敗を喫し、左翼政党の中でも会となった。こうして、 ビュフェには決闘以来最悪とも言える統制の挽回が託された。2001年よりルブラン・メニル氏議会議員。ビュフェはフランス共産党の党首としてテレビや新聞など各種メディアに多く露出するように心がけ共産党のイメージ向上に努めた。2002年6月下院国民議会総選挙でセーヌ・サンドニンから立候補し当選する。 2005年欧州憲法批准問題では反対した。2006年反自由主義左翼連合に参加。フランス共産党では左翼各党との共闘をめぐり党内構想が激化し、急審査派が離党した。2007年フランス大統領選挙では結局77,327票を獲得するのみに終わった。これはフランス共産党が 大統領選挙で獲得した最低の記録であった。ありがとうございます。